皆さんこんばんは。私たちは合唱団あっぱれと申します。私が合唱団あっぱれ指揮者の柳島幸太です。そしてピアニストの臼木葵です。私たちは4月に結成した新しい合唱団です。で、4月に結成してしまった結果、本当は普通の合唱団として始めようと思ったんですが、この新型ウイルスの状況の中で大きく方向転換をして、オンラインの合唱団として新しく足を踏み出しました。その最初のこの3ヶ月間いろんなことがあったんですけれども、その苦労の中で作ったこの作品、広瀬良平作曲「海はなかった」です。どうぞお聴きください。
最後なんか例えば 手元のあれになるといいね。こうパパスワみたいな。あの直前ピアニッシモになってるのがあの海を見ようかで。そうね、そうね、そこの職答えたい、ね。これちょっとやりたいなと思って。海をって今ちょっと大げさですけど海を見ようかってやりたいなっていうのがちょっと個人的に。それがすごいトリガーになっていいね。そうですね、多分みんな焦ってるから、うん、間違いない。結構格好から本格的なんですね。そうです、今日は本番なんで。でここでいわゆるあの無観客 YouTube ライブをやりました。それ以来です。おいいですね、本格的ですね。じゃじゃ登場したね。登場しました。皆さんついに本番になりましたね。私たちと一緒に音楽できること、あ、私ちょっともう一回言ってもいいですか。一緒に音楽ができること、本当に心から幸せに思います。これを楽しんでいきましょう。あっぱれ。はい、あっぱれの皆さん、いよいよこのセッションが最後の、本番、ということになります。今まで、作り上げてきたものを、まあ、いろいろオンラインなので不自由なこととか新しい発見とかいろいろあったと思います。で録音なのでもう毎回こう心をすり減らしながら、取り組んでい、くということもあったと思うんですけど、本番っていうのは1回でやっぱり終わりなので、その1回をこう気持ちよくやれたなっていうのを、いいテイクを出せるように、出し切ってください。あまり細かいミスよりは、皆さんそれぞれが、歌ったなっていう気持ちになれるっていうことを大切にして、取り組んでいきましょう。頑張りましょう。あっぱれ。あっぱれ。あっぱれ。次回のあっぱれもテレコーラスプロジェクトとして活動していきます。募集開始は8月1日です。皆さんの参加をお待ちしております。